将棋王将戦第2局羽生善治九段が藤井聡太五冠相手に攻勢。将棋の8大タイトルの一つ王将戦の第2局が大阪で始まり、タイトル防衛を目指す藤井聡太五冠20とタイトル通算100期がかかる羽生善治九段52の対局の初日が終わりました。王将戦第2局の会場は大阪高槻市の温泉旅館に設けられ、羽生九段が入室した後藤井五冠が盤の前に座り、午前9時に対局が始まりました。対局は先手の羽生九段が攻撃を仕掛け、藤井五冠が応じる展開で、序盤から大駒の角や飛車を交換する場面が何度も見られました。羽生九段は攻め続け、午後6時を過ぎたところで次の一手を紙に書いて立会人に渡す封じ手を行い、初日の対局を終えました。藤井五冠は自らが持つタイトルのうち今年度すでに叡王、棋聖、王位、竜王の防衛に成功。王将戦は今年度5回目のタイトル防衛戦です。一方、羽生九段は史上初の七冠達成や公式戦1500勝到達など数々の記録を打ち立てているほか、タイトル獲得数は歴代最多の通算99期を誇り、今回の王将戦を制すと100期の大台に乗ります。二人はタイトル戦としては今回の王将戦が初顔合わせで、今月8日と9日の第1局は藤井五冠が勝っています。王将戦7番勝負は今年3月にかけて日程が組まれ、先に4勝した方がタイトル獲得となります。